ハンモックを。じゃん。組み立てていこうと思います。あ、これちゃんと、ちゃんとね、塗りつぶしてあるんで大丈夫ですよ。ほら、住所見えないようにしてます。え、他に書いてないよな。住所。うん。ですね。はい。のでご安心ください。楽しみ。そう。これはちょっと見えないかな。ちょっと見えないな。よいしょ。こうしたらいいかな。見えるかな。こうしたら。じゃーん。あれまだ全然じゃーんじゃなかった。どうやって出す。あ、こうか。お。なんか私こういうやつなんか使いたくなるんだよね、何かに。なんかに使えそうって思っちゃう。組み立て方わかんないな。あ、重たい重たい重たい。よいしょ。あ、お姉さんごめんなさい。えい。えい。はあ。じゃあこれが実際でございます。私は黒を買いました。これすごいちゃんと持ち運べるようになってる。黒がついてる。でかいよね。よいしょ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 。おお。これどうし、まずこれかな。これはきっと椅子用。私椅子と、あ、どっちがどっちなんだろう。あ、こっちが必要かな。あ、なんか組み立て方が書いてあるか、これ、はい、なるほどね。ハンモックとハンモックチェアになるやつ。あ、全然顔見えてない私。ハンモックとハンモックチェアになるやつ。あとはね、ハンガーロッド、服かけれるようになる。100キロまでだって。ギリギリセーフだわ私。ギリギリセーフだ。100キロまでだって。よかった。ギリギリ。よいしょ。はい。はあ、なんてみんな。私こういうの苦手だな。もう無理だ。もう
もう嫌になっちゃった。うん。重たい。熱い。よいしょ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 。バンバンバン前よかウィーンウィーンよいしょ。いちいちねテープで留めてくれてるので、ね、ちょっとありがたいようなもうそこまでしなくていいような、ね、見てちゃんとあこれはあれだなんかカチャってつけるところだなんかと組み合わさりそうな形してるあこういうことかこういうことなのかすっごい丁寧にすっごい丁寧にしてくださってるへえでああこれ手挟みそうだな怖いもう無理だよ姉ちゃんどうやって組み立てたのかなでも絶対一人で組み立ててそうもこもこと。お姉ちゃんも持っててあもう実家にあるんだよねあ、これ私が好きなやつだこれなんて言うんだっけこれ DIY でよく使うやつ森泉さんとかが使ってるイメージなんちゃらかんちゃらめっちゃゴミ出るなぁゴミだらけバーンバーンバーン空気砲バーンあるよねこういうのドラえもんの道具でドーンドーンみたいなコメントが見えないや申し訳ないです多分それ違うよとか言ってくれてるんだろうけど全然わかんないとりあえず段ボール類をのけていこうと思います全部のけていいんだよねこれなんか必要だったみたいななわけなわけあるかあ第二バズーカ砲バン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 
バンバン。カーン。え、懐かしいな、あずさとやったわ。瀬戸セブンの番組で。ボクシング。ワンツー、ワンツーみたいな。めっちゃ私が、え、なんかこれツイッターに載ってないのかな、なんか私がめっちゃそのサンドバッグ蹴ってみてって言われても、うわーみたいな感じで蹴ってる動画があったような、なかったような、オンエアされてなかった、自分で持ってるかな、めっちゃ、うわーってやってた、めっちゃいいです、ストレス発散になるねってしてたよ。よいしょ、よいしょ、ああ。よいしょ。でもこれなんかちょっと取りやすくしてくれてる。うわ、もうめっちゃゴミだらけになっちゃった家が。あれを言ってた、後ろだって感じ、汚い、見えてるのかな、そこまで落ちてる髪の毛とかも見えてるのかな、嫌だな、怖い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 なっていた、プリキュアで、怖いな、プリキュア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 、だったいかがと、すごみがきれい、よいしょ、めっちゃちぎってる、ハサミないのかって話なんですけどね、もう一回座っちゃったら、ちょっとこれをどかしてたくしたくに、あれ、これどこから抜くんだろうな、抜こうか、よいしょ、こうだ、あー、果てあざみそう、気をつけてね、はい、気をつけます、よいしょ、あ、これめっちゃ腕の筋肉使うわ、終わりの始まり、あー、よいしょ、なんて皆さん、音だけ聞くと焚き火なんだそりゃ、剥がし方ワイルド、ワイルドだろう、めっちゃちょっと、あ、段ボール邪魔だな、でもちょっと大きいゴミ袋持ってこないといけないと、めんどっちいな、わかんない、これどれがどこが上なの、わかんない、なにこれ、どうしたらいいんだろう、本当に謎い、とりあえずこれはこっち、分かったぞ、分かったぞ、分かったけど、これガチャってやるとちょっと一回傷つけちゃったから、一旦ゴミを、ゴミ、ちょっと、あ、この段ボールの上
わ、恋はって言うけど、みんな誰もがそうするんだろうな。この段ボールの入れてあった段ボールの中に入れます。収納ですね。収納収納。でご使用ください。内側の固定位置が一番高い位置となります。へえ、そうなんだ。はあ、はあ。とりあえずじゃあ真ん中でかけてみようかな。これ結構でかいな。よいしょ。あ、かかった。よし。あ、これでもそうだね。まだ倒れるやつだ。ちょっと倒れないでね、お願いね。足挟まっちゃうからね。かかった、よし、はい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 、うん、そしてなるほどね、これをあれあれでであれあれでしょ、あー手挟みそうだな、怖いな、こういうことか、なるほどね、なるほどね、なるほどね、あーちょっと、あでもそっちに向こうに倒れてもあのあれがあるから大丈夫、チアじゃなくてハンモックにしたいんだけどな、あ、こっちにするのかな、なになに、下、あって、え、なんか意外と簡単かもな、簡単とか言って、ちょっとこれちょっとこれ、え、怖っ、これ倒れてこないでね、ハンモックにしたいから、でやってカチッ、あーね、え、これでどうすんの、え、終わり、これっていいのかな、だってこれ倒れるよ普通に、あ、倒れないのか、え、なんで、意味わかんないな、もう、よいしょ、ガチャって言ったから、あ、倒れない、倒れない、え、これ結構大きいかもしれない、え、あ、そんなもんか、え、めちゃくちゃでかくないこれ、なんかえ、なんかめちゃくちゃでかくないですかこれ、え、これあれだな、なんかハンモック、え、なんかこんな寛容な感じでいいのかな、もう終わったんだけど、もう以上、めっちゃでかいと思ったよね、以上、え、以上でした。
終わり。え、これ。あー、なるほどね。なんで、なんかこれ手挟みそうで怖いな。怖いな、怖いな。どっちだろうな、こっちだろうな、多分。これ怖いんだけど、できた。できたけど、できちゃった。終わり。ちょっとできた。できました。ハンモックになった。え、これ。え、怖いな。私100キロ以下だよな、本当に。わかんない。100キロあるかもしれない。止めた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 しかないもんね。どこだけ説明しよう。あった。そう、でもこれね、あれなんだよね、これ布なんだよね。うちの姉ちゃんのやつね、なんか編み編みになっててめっちゃ気持ちいいんだけど、お姉ちゃんの方がちょっといいやつなんですよね。できた。え、ちょっと、これ私が、あ、いいかも。あ、寝てる。多い。あ、浮いてる。私今浮いてる。ほら、あ、いいわこれ。これで寝よっかな。え、めちゃくちゃいい。あ、なんかいいなこれ。でも、いや、めちゃくちゃ場所取ってるけどね。なんかめちゃくちゃ、もうこれ出すんだったらお布団を片付けた方がいいってなっちゃう。部屋の大半これって感じ。あ、でもこれで逆に夏場誰か来てももう一人泊まれるようになった。今までは最高3人しかいなかったんだけど、例えばココアとナナさんと私とか、マイハとミユミユと私みたいな時は2人で私の布団に寝て、ごめんなさい、なんか寝ながら喋っちゃって。で、一人があのパンのソファーが布団になる、ベッドに寛容ベッドになるみたいなやつがあって、それで一人寝ててみたいな感じだったんだけど、もう一人ここで寝たらいいかな。4人まで泊まれます。あ、なんか雲に浮いてるわって感じ。雲だな、青空の下。あ、なんか、ねえねえ、めっちゃすいません、お友達みたいに。え、あの、私あれが欲しいんですよ。あの、あれ
ちょっとあれで分かる人いたらさすがだなって思う。行ったことない、欲しいってまだメールとかでもなんか大体ね、これ欲しいから買うみたいな感じで言ってるけど、これ言ったことないかも。あれが欲しいんだよね最近。でもなんかスタッフさんで持ってる方がいて、スタッフさんなのかな、スタッフさんだな、どうですかって言ったら、なんか明るいと見えにくいから部屋暗くしてみないといけないのがちょっとあれかなって、マイナスポイントかなって。でもあのこの射程距離で大きさが変わるから、なんかあプラネタリウムじゃない、あそうプロジェクター、そう多分それプロジェクターっていうのかな、テレビ、あそうホームシアター、なんかそんな、そうでもなんかそんな、もう多分半年は買えないです、これ買っちゃったからなんですけど、はい、そう壁に映すやつが欲しくって、でも別に欲しいだけで多分もうあと何年ぐらい買わないと思うんですけど、今欲しいだけなんで、しかも私欲しい時に買っちゃうとあのすぐ飽きちゃうんですよね。だからいつも欲しい欲しいって言って大体1ヶ月ぐらいして言わなくなるから、それで自己解決って感じです。1ヶ月経っても欲しいやつは買ったりとか、あとは絶対必要なやつとかは買います。そうで質問なんだけど、あれって天井に映せるのかな、なんか映せそうじゃないですか。えこれ天井に映してプロジェクターでテレビとか見たら、えなんかすごいめっちゃ充実してる家って感じになる。あ映せるんだ、あそうなんだよね、昼間が見えないって。そうなんです、その持ってる方もテレビを捨ててっていうか、テレビをもうのけてプロジェクターでテレビ見てるんだけどって言ってる方がいて、スタッフさんかな、誰だっけな、スタッフさんだ、誰だっけな、あースタッフさんですね、レコード会社の方だ。でもなんかそうちょっと暗くしないと見えないから、その明るかったら見れないのがダメって言ってたけど、その方はもうご結婚されてて、まあご家族さんがいるからあれなんですけど、私は別に一人暮らしだから、部屋を私がテレビ見たいがために部屋を暗くしようが誰もいないし、自分で明るさを調節できちゃうから、あスクリーンじゃないと画質悪い、そうなんだ、へえ。白壁でもそうだな、ここちょっとデコボコしてるしな、うーん、そっか、壁だと厳しいんだ、すぐ使わなくない、そうなんです、私は多分ねすぐ使わなくなっちゃうから、とりあえずこれはただの夢の話、宝くじ当たったら買いたいぐらいの話です。はい、自分のね今買っちゃうと私本当にもやしも食べれなくなっちゃうから、うん、だなあ。とはそうずっと DVD あの録画機を買わないといけないんだけど、録画機を買わないといけない、うち録画機がなくって、録画できて DVD も見れて DVD に焼けて、あとはなんかあ最近のでなんかあれですよね、なんかテレビで録画したやつをスマホで見れるみたいな感じのやつがあって、そうすごくないですか、テレビで録画したやつをスマホで見れる、お高いんです、ちょっとお高かった、でもそれは
そう、すごいですよね。だからそれあった、そうそう、しかもそれなんかスマホで録画できるから、例えば私とかなんだろう、今後家にいる時間が少なくなった時に、うーわあれ録画してないわとか、なんだろう、1ヶ月泊まる時とかがあって、うわこれ録画しとけばよかったなってやつはペペペペペペってスマホで録画できたりするみたいで、うん、なのでなんかいいなって思ってるけど、あまりこう私的に現実的なお値段ではないので、まあちょっと先かなって感じ、買うとしたら。こう今妥協して買えるお値段のやつで普通に買うか、ちょっと待っていいやつを買うかなんですよね、うん、なんか私お姉ちゃんのお下がりがあったんだよね、 DVD あの録画機あったんだけど、使い方が分からない、お姉ちゃんが使い説明書を捨てちゃってて誰も使い方分かんないっていう、そう、 うちの家電ほぼほぼお姉ちゃんのお下がり、冷蔵庫もお下がりだし、ほぼほぼって言ってもテレビもお下がりだったけど、お下がりがもう壊れちゃって新しいの買ったんですけど、1年前ぐらいかな、そんなに前じゃないか、あとはなんか結構お下がり、電子レンジもお下がりだったけど壊れて新しいの買った家電って壊れるんだねって感じですね。寿命がね、そうなんですよね。あと欲しいもの、あ、全然あれですよ、欲しいもの全然自分で買うし、なんなら家電とか皆さん送れないですからね、私に、普通にルール的にダメですよ、送ろうと思っちゃダメですよ、そのお金で何かしてください、自分で自分に買ってください。私もね、こうやってあ、何買おうかな、いやこれやめとこうとかするの好きなんで、結構。あと自分がこれ買いたいなんか思ったのはなんだっけな、なんかあこれ買いに行かなきゃなって、あ、 iPad のタッチペン、なんか iPad の横につけれるちょっと1万円ぐらいのやつがあるんですよね。あれそのうち欲しいなって思って、でもこれは別にその急ぐものじゃないから全然宝くじ当たったら買うんですけど、あとエアーポッツもう、エアーポッツは私最近ジョギングしてるので、別にエアポッツでもなくていいんだけどね、普通にブルーレイじゃない、ブルートゥースのやつでいいんだけど、今使ってるイヤホンが刺すやつなので、走ってる時にもうこの辺ダランダランでなんですよ、だしここに携帯持ちながら走んないといけないから、このジョギングが1ヶ月続くんだったら買おうかなって思います、うん、まあ、続くんだったらねっていう話、はい、そう、ワイヤレスがいいですよね。でも別にワイヤレスのイヤホンあるんだよね、何個も、しかも何個も、けど
そう、エアポッツが欲しいんだよね。だけど、そう、だから別にまあ今すぐには買わないです。スマートウォッチ、スマートウォッチ、あ、なんかここの時計みたいなのだけど、ここで LINE も返せちゃうやつでしょ。あれはいいやあれは別に欲しくないです。私の頭の中の欲しいものリストにも入ってない。まあ1億円ぐらい、いい宝くじで当てたら、まあ買ってあげても、買ってあげても買ってもいいかなって思いますね。ハンモックが届いたからよかった。なんかめちゃくちゃいろんなサイトを見て、なんか見てて、でもこのご時世ですし、届くのが結構遅い、こう時間かかっちゃったりするサイトが多くって、6月末とか、まあ、そりゃそうだよねって感じなんですけど、でもそう1個あさって届けますみたいな感じのやつがあって、そうアルペンのアプリ、でそう、なんだ、すぐ届いた、本当にペペペッと。これ私今座ってるけど、本当はこれ座っちゃダメなんだよね、この寝転ぶやつだから、これ後ろにひっくり返っちゃうから、あんまりね、座っちゃダメなんだよね。ということで、じゃあ変身させてみますか。このこれ椅子にもなるので、ちょっと椅子にしたいと思います。これ結構簡単だったな、なんだかんだワーキャー言ってたけど結構簡単だった。あ、でもこれ、あ、私はこれ絶対手挟むやつだった、ごめんね、手挟まないでお願いだから、手挟まないで。まずはあ、いけたいけた、よし、ごめんなさい、あ、全然見えてないな、私今足でめっちゃ押さえて、あ、よし、いけた、揺れ映ってない、私が頑張ってるの。で、これはここにするんだな、そういうことだろう、よし、完璧ペキコ、あ、もう慣れた、もう慣れた。いやでもね、これ慣れたぐらいが一番怖いんだよね。こんなに簡単でいいの？本当に？できた。こんなに簡単でいいの？本当かよ。本当に？本当にいいのかな？これはどっち？どっちだろうな。でもここから動けないや。サイ&コーです。皆さんもハンモック欲しくなったんじゃないですか。
アルペンで頼むと即日発送ですよめっちゃ回し物みたいになってるけど、そう、あのハンモックだと場所取るけど、さっきのこれだとこんだけしか使ってないので場所が、まあ言うて場所は取るけど、でもなんだろう、こう、まあ、ご家族さんとかだったらあれだな、ここ一人しか座れないから、なんか一人でこのスペース取るってすごいなんかあれかもしれないけど、いや一人暮らしでこれあるともう無敵だわ、私これから無敵だわ。うん、幸せそう、幸せですね。ね、これで私向こうにテレビあるからこうやって、しかもこれよいしょ、これめっちゃ幅があるからこうやって足上げてこうやって見れるの、全部もう全部をハンモックに任せて見れます。いいね。しかも私これね、後ろが私すぐね壁なんで、最悪なんだわーってなったら壁にダーンってなるだけだからいいかもな。これはちなみに、そう最初から見てないから、このなんかちゃんとこういう手すりみたいなのがあるので、なんかかけるやつがないお宅でも簡単にできますよ。確かにこう旅行してる気分になるね。でも今おうちキャンプって流行ってるんですよ。おうちキャンプ、体にいいものしか食べない、こだわりすぎた女性の悲劇。今日は、あ、私メールにエリンギって書いちゃったんですけど、えのきですあれめちゃくちゃ突っ込みたかったと思うんですけど、普通にえのきです。でもエリンギも買いました。エリンギはバターエリンギ、エリンギのバター炒め作ろうと思ってエリンギも買った。知ってたね、なんかそう多分皆さんもう突っ込みたくてしょうがなかっただろうなと思って、だけどあえて、ね、触れずにありがたいって申し訳ないです。はい、言い間違えちゃった。あと私が今日買った野菜は何でしょう。私ね、もやしと並ぶぐらいこの野菜がめちゃくちゃ好きなんだけど、なんで好きかっていうと、お母さんがこの野菜を使ったもうお手軽料理をたまに作ってくれるんだけど、めちゃくちゃ好きで、なんか1個ねって、まあ、1個があるんですけど、1個ねって言ってもこれもう1個食べたいんだよねみたいな感じで言って、なんかお願いしますって言ってるやつ、前実家に帰った時に作ってくれて、これってどうやって作るのって聞いたから、あ、これ売ってるわ、やったーと思って3つ買ってきました。3玉買ってきた。かぼちゃ、アボカド、ふきのとう、なるほどね、なるほど。レタス、つくし、あ、つくしはね普通にね実家の周りで取れますよ。あ、玉ねぎ、玉ねぎと思うじゃないですか。あ、トマトね。
ただの玉ねぎじゃなくて新玉ねぎです。新玉ねぎちょっとよいしょ、見てほしい、この新玉ねぎを変えた私の喜びを。じゃーん、見て、めちゃくちゃ大きい、めちゃくちゃ大きいんです、新玉ねぎ3つ買いました。これは一緒にポン酢を買ったんですけど、ポン酢意外に私ね、お肉とかね、ごましゃぶで食べちゃうからね。よいしょ、定位置に戻りますね。話す前にこれちゃんとね、裏表ちゃんとしてないとこひっくり返っちゃう。はいはいはい、それで、はい、新玉ねぎって皆さん知ってました？私お母さんが本当にたまによよく作って、たまによくって意味わかんないけど作ってくれてて、普通に玉ねぎだと思ってたんだけど、玉ねぎと新玉ねぎ が違うっていうのを知らなかった。知ってるんだ、私知らなかった。新玉ねぎ、新玉ねぎって玉ねぎだ、なんかそのお母さんが作るやつは玉ねぎじゃ作れなくって、新玉ねぎじゃないと作れない。それは本当に丸々、この美味しそうなこの大きい新玉ねぎを丸々使うんですけど、これにちょっと切れ、まあ、剥いて切れ目を入れてラップをかけてなんか10分ぐらいチンするのかな。そしたらめちゃくちゃもうホロホロになってて、それにあのポン酢をかけて食べるんですけど、それがめちゃくちゃ好きで、そう、そうチンするだけらしいです。そう、私もだから前実家帰った時にお母さん作ってて、あこれ作りたいなと思って聞いたら、あこれなんかこうしてこうしてでチンするだけだよって言われて、えめちゃくちゃ簡単じゃんと思って、これ絶対作ろうと思ったら、今日新玉ねぎがあって、これ1個何円だと思いますか、この大きさで。でも新玉ねぎの隣に玉ねぎがあって、あなんか確かに言われたらなんかちょっと違うのかなって思う。なんか色も違うし大きさも違うし、あ100円、70円、新玉ねぎ生が美味しい、あそうなんだ、100円、これ1個38円でした。イエーイ、今日火曜日だから、火曜市してたから買っちゃった、ね、安いよね。だから3つ買った。え質問なんですけど、玉ねぎって常温で置けますよね、置けるじゃないですか、そのまだ剥いてなかったり何もしてなかったらある程度。はい、これってどんぐらい置いとけますか、玉ねぎって。玉ねぎってどのぐらい持つ、この状態で切ったとかせずに。芽が出るまで、腐るまで2週間、3ヶ月は持つ。え本当に腐るまで、まあそれはそうなんだけど、なんかいざ食べよう食べよう食べようって切って腐ってたらめっちゃショックだから、2週間。あ新玉ねぎは早いんだ、へー、新玉ねぎはあんまり持たないよ。そうなんだ、へー、1週間ぐらいで、あでも言うて1週間は持ちますか。じゃあこれ1週間は持つ、1週間持ったら全然いい、1週間以上置かない、多分家に、その多分ここ2、3日で食べるんだけど全然
1週間持つんだったら、あ、もそれは余裕で持つんだ。へえ、ありがとうございます。そっか、うーん、そう、今日だからえのきしか食べてないから、なんかめちゃくちゃお腹空いてて、今玉ねぎ夜ご飯で食べようかなって考えてる。一玉めちゃくちゃヘルシー。今日は野菜デーでした。明日も野菜デーかな。最近お肉デーが多かった。そのしゃぶしゃぶだけとか豚しゃぶだけが多かったんですけど、最近あとキャベツも買った。あ、キャベツ食べようかな。野菜を欲するようになりました。まさらお腹空いてきた。それが恋と気づいた今さら、うん、ハンモックいいな、わしも買うめっちゃ影響されすぎ。ぜひアルペンさんで。そう、本当に私6月までは待ってないなと思って、買うんだったらと思って買っちゃった。色とかもお姉ちゃんちょっと茶色な感じで、あみあみな感じなんだけど、これは色、この黒とあとアイボリー、ちょっと白い感じ、真っ白じゃない感じのやつで選べて、まあでもそっちでもよかったな。この私のパンの家具的にそっちの方がうちにあったかもしれない。ちょっとめっちゃ今更だけど、今更だな。でもいいや。あ、今日内側がある。みなちゃんのナイトルーティーン、匂う。いいんだか悪いんだか推しにすぐ影響されちゃう。まあ人間そんなもんですよね。そうだよね、わかるわかる。ああ、なんか私こっから動かないな今日。でもそう、私昨日寝なかったんですよ。だから5時から7並びしてたんですけど、うん、けどね、さすがに今日はちょっと寝ないといけないのでちゃんと寝ます。うん、そう、全然なんかオールス着なかったんだけど、なんか本当に気がついたら朝だって。朝だよってなって、うん、でもお昼に2時間ぐらい寝たね。しかもその2時間がちょうどボーナスタイムだったんで、七並べの12時から2時まで寝ちゃって、めちゃくちゃドンピシャで12時になるのずっと待ってたのに、めちゃくちゃショックだった。今日一番ショックだったのはそれですね。2時間寝ちゃった。うん、こんなに早く届くなんて、なんかもう不安なくなってきた。もう全部身を任せれる、ハンモックに。なんかこういう時に一人暮らしでよかったなってなる。私あんまり一人暮らしでよかったなって思うことないんですけど、一人暮らし9割方なんない。9割方うわ一人暮らしだからもうやだってなるんですけど、うん、これは唯一だな、一人暮らしでよかったってなる、このハンモック独り占め。実家にあるけど、だって弟座ってるかお姉ちゃん座ってるかでだもん、大体誰か座ってるし、しかもそもそもこの人の所有権っていうか、もともとはお姉ちゃんのやつだから、なんかそう、そんなになんかめっちゃ自分のみたいな感じで使えないし、
お姉ちゃんのそう置いてるって感じ。すごい、みんなハンモック買うのかな、これで。ハンモックとじゃあ STU コラボします、しますってなんかね、そうだから待ってください、みんな。私が何の権限もないですけど、これだって STU のハンモックあったら可愛くないですか、水色の。ちょっとこの辺船ついてたりして、白と水色の二色展開な感じ。へえ、プレミアムミュージック5月30日だって、特別編。ね、おうちキャンプ、キャンプしたいんだよね。私キャンプすごい好きで、キャンプ、いいね。コラボしたいですね、キャンプ用品と。1万円以上お買い上げの方は1個権利が、権利っていうか一口応募ができて、抽選で100名様 STU メンバーとキャンプバーベキューにご招待みたいな、うん、よくないですか。キャンプしたいね、みんなで。すごいことに、確かに皆さんめちゃくちゃキャンプに詳しくなりそう。一緒にテント組み立てたね、楽しそうだし、こうメンバーができないって言ってるのをこうファンの方が、いや僕俺やるよみたいな感じでちょっといいとこ見せたりできるんじゃないですか。お互いビンビンだと思う、それは。だって、うん、良くないですか。皆さんはいいところを見せれて、私たちはこう皆さんがやってくれるっていうかすごいなんか女子の気分を味わえる感じね。でこうひなちゃんとかが野菜切ってくれて、なんかみんなで肉焼いて、焼くのはでもさすがにスタッフさんかな、なんかメンバーはできなさそう。スタッフさんが焼いたのをみんなで立食で食べる。夜もキャンプファイヤーがある、ちゃんと焚き火して、みちがギター弾きながら歌って、私はサックス持ってくる、みんなで暗闇歌うみたいな、ファンの皆さんと一緒に、みちのギターでみたいなキャンプファイヤー、まあさすがにテントは違うけど、でも、まあ、ちょっと離れ、そんなに離れてないけど、ちょっと離れたところにお互いテントを立て就寝。
あ、でもどうなんだろうな、すっぴんが嫌なメンバーとかがいるのかな。こうだってそしたら、あ、どうなんだろう、それはもうあれか、そっから別にしたらいいのか、別に、あ、朝は STU 体操いいね。 STU 体操覚えなきゃな。今日未知のめっちゃ見てたけど全然覚えれなかった。私本当にああいうの覚えれないんです。フリブイとか見てももうずっと見てるのに全然覚えれなくて、結局カノンに教えてもらうとかミュウミュウに教えてもらうとかになる。未知あんなにやってくれてたのに全然覚えれなかった。ウインクってしてたの、まだ今日覚えてる、かわいい。あとあれをやってるダンスの先生がめちゃくちゃ可愛くって、可愛いんですよ、美人さんでめちゃくちゃ可愛くって、だからこれ覚えてくださいって STU 体操って送られてきた時に、体操っていうより先生可愛いって見てたうん、なぜ22回、オーディション番号とかじゃない、私何回やろっかな、何回やったらいいですか、私さすがに29回はやんないです。覚えれるかな、多分回数やるとかは問題ないんだけど覚えれるかな、もう覚えてない、なんかめちゃくちゃ私が今日ジョギングしながら考えた案があって、それはSTU 体操しますってツイートする、そのいいねの数100につき1回みたいな感じ、だから1000ついたら10回みたいな感じでやったら、なんかこっちも決めてないし、まあ誰も決めてないし、なんかまあ私のこう予想的に多分まあ未知の回数は超えないぐらいだと思うぐらい、でも未知の回数いくかいかないかぐらいかな、なのかな。だって 100いいねで1回だよ、2000いいねで20回ですよ、そんなに。しかもなんか STU 体操しますみたいな感じの普通のなんかキャーとかじゃなくって普通に URL を貼ったツイートだから、そんなにまあ10回ぐらいかな、やってっていう、わかんないとか言ってると皆さんが本気出してどうしよう、 いかないと思うけど、1万いいねとか言ったじゃ私100回やんないといけないのかな、それはそれで面白いな、面白くないですかこれ、めちゃくちゃみんな何回ぐらいやってるんだろう STU 体操、あ、10回で多い方なんだ、へえ。そっか、平均20回みんなそんなにやってるんだ、意外とあれだよね、 2,3 分で終わるよね体操自体は、だから全然ちょっと私は多分分かんないし、再来週とかなのかな、ああいう順でいくと、からまだまだまだですけど、うん、まあ
その説が有効ですね、今のところ。今日ジョギングをしながら考えた案はそちらです。皆さんいかがでしょうか。これなら、なんだろ こうお前何回しかしてねえのかよとも言われずっていうか、もう私はだって決めてないしってなるし、皆さんも皆さんでめちゃくちゃ私に運動やらせたいと思ったらなんかいいねして、団結力っていうかなんか皆さん対私みたいな。でもなんか私が考えてるのは5分前ぐらいにツイートしてやってるうちにその現時点でのいいねの数になったら終わり。例えば始めた時は500いいねでした。でも5回やってたら800いいねになりました。だからあと3回やったら1000いいねになりました。だからあと2回やったら、時間経ってるからもっといいね経ってて、1200いいねになってるから12回やったらまあ1246だった、12回やった時が終わりみたいな感じ。だから私も休憩してたらどんどん時間が経って、もしかしたら皆さんがリツイートとかしてくださっていいねが伸びちゃうかもしれないから、休憩もあんまりできないし、分かんない。私は皆さんのことをもしかしたらね舐めてるのかもしれない分かんない。皆さんのことをあんまり理解してないのかもしれない。なんか楽しそうだなって今日ジョギングしながら思ってた、ずっと、ですね。まあ現時点での私の案なので全然予定は未定です。もしかしたらちょっと分かんない、前日とかに足痛めてちょっと2回しかしませんとかなるかもしれないし、もうなんかめちゃくちゃやる気で100回やりますとかなるかもしれないし、それは分からないですけど、なんせ再来週なんでね。ジョギングいいね。ね、最近続けてます。えらいえらいえらい。あー、ハンモックって味方だな。ハンモックって私の味方だ。すべてを包み込んでくれる。ゆりかごだ、ゆりかご。これでメンバーが来た時にびっくりするよね。ハンモックあんの？めちゃくちゃ面白そう。でも本当にこれ一回座ったらもうね立てなくなっちゃうし、足を乗っけたくなっちゃう、ここに。それまでも夢に飲み方だよ。ありがとう、優しいですね。ここはめっちゃ喜びそう。めっちゃ喜びそうだし、今日はハンモックで寝るとか言う。絶対ハンモックで寝ます。絶対ハンモックで寝てそうで、変な寝方して首とか痛めてそう、翌朝。寝てて落ちないのか。でもこれ結構ねこうなってるから布が落ちないですね。
最高だな。これでリモート飲みとかしたいですね、ズームとか。昨日だっけな、一昨日だっけな、ズームをみんなでしたの。夜にしました、みんなで。でもあれって一人が喋ってる時に他の人が喋っても、そのなんだろう、今喋ってる人の声しか聞こえないですよね。例えば一人が BGM 流してても、誰かが喋り始めちゃったらそっちになんかマイクの主導権がいっちゃって、なんかそう BGM 消えちゃうみたいな。うーん、確かに BBQ ちゃんびっくりしそう、びっくりしそうだな。ちょっと連絡してみよう。今日もジョギング中にめちゃくちゃそのグループ LINE がずっと動いてて、ブー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 って言ってためちゃくちゃしょうもない話でした。それではよいしょ、めちゃくちゃ面白いな。そろそろ終わりたいと思います。すごい立って、誕生日も新鮮。なんか今日顔違うな、なんか違うな、何なんだ、寝てないからかな、ちょっとむくんでるのかな。13位杉谷さんありがとうございます。12位熊根パパさんありがとうございます。11位おいでまち元気さん、女神ハンモックでリラックスしてね、握手したいね、ね、したいね、ありがとうございます。10位大好きマンさんありがとうございます。9位ヤマニン661号さんありがとうございます。8位エンドさん、エミリン大大大好きありがとうございます。7位ゆうくんさんありがとうございます。6位スランプくんさん、ハンモックで最高のおうち時間過ごしてねありがとうございます。5位がゴーセブンさん、ハンモック買うことに決めました。おお、すごい早い、早いな。でもいつかなんかコラボできたらいいなね、ありがとうございます。4位シラフさん、セラフって読むのかな、わざわざありがとうございます、振り仮名振ってくださって、カムサハムニダー、セラフさん、セラフオッパかな、オンニかな、オッパかな、セラフオッパ、セラフオンニ、どっちかな、カムサハムニダー。うん、3位トリダーさんありがとうございます。2位ハルミンさん、滝波子、神吉ありがとうございます。そして第1位がユッキンさんありがとうございます。あ、オッパさん、オッパか、セラフオッパありがとうございます。鬼ってオンにはお姉さん、オッパはお兄さんです。私の唯一のカムサムニダー、呼ばせよ、マシソよ、ケンチャナよですね。うん、主にがお母さん、へー、主にそうなんだ、ありがとうございます。今日ハンモックにお付き合いいただきありがとうございました。この後は七並べをこのハンモックの上でダラダラしたいと思うので対戦した方は、あ、くすぎながらやってるなと思ってください。はい、それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん、おやすみなさい、バイバーイ。